第4代ランズダウン公爵ヘンリー・トマス・ペティ・フィッツは、イギリスの貴族、政治家。1837年から議会入りし、ホイッグ党の政治家として、同党政権下で外務政務次官などの政府役職を務めた生誕から、兄が死去する1836年まで公爵家のヤンガーソンとして、卿の儀礼称号で称され、1836年から、終爵する1863年までは、法定推定相続人として、シェルバーン伯の儀礼称号で称された。1816年1月7日に、第3代ランズダウン公爵ヘンリー・ペティ・フィッツと、その妻、ルイーザの間の次男として、ロンドンバークレー広場のランズダウン公爵邸、ランズダウンハウスに生まれた。兄に、ケリー伯爵、ウィリアム・ペティ・フィッツがいる。ウェストミンスタースクールを経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジへ進学。1836年に、兄のケリー伯ウィリアムが男子なく死去したため、代わって、ランズダウン公爵家の法定推定相続人となり、シェルバーン伯爵の儀礼称号を称するようになった。1837年からキャルネ選挙区から選出されて、ホイッグ党の庶民委員議員となる。1847年から1848年にかけては、ホイッグ党政権の第一次ラッセル内閣で下級大蔵卿を務めた。ついで1856年から1858年にかけては自由党政権の第二次パーマストン内閣で外務政務次官を務めた。1856年7月には未だ父が存命ながら繰り上げ勅書により、第4代ウィコム男爵を終爵して、貴族院議員に転じた。1863年1月には、父の死により、第4代ランズダウン公爵位を継承し、1864年には、ガーター勲章を受勲したが、1866年7月5日に、ランズダウンハウスにおいて死去した。爵位は、長男ヘンリー・ペティ・フィッツが継承した。1856年7月14日の繰り上げ勅書により父、ヘンリー・ペティ・フィッツから以下の爵位を継承した。1863年1月31日に父、ヘンリー・ペティ・フィッツの死去により以下の爵位を継承した。1840年8月18日に第11代ペンブルック伯爵、ジョージ・ハーバートンの娘ジョージアナと最初の結婚をしたが、翌1841年に死別した。ついで、フランス軍大将ド・フラオド・ラ・ビアール・ドゥリー伯爵、オーギュスト・シャルル・ジョゼフ・ド・フラオの娘エミリー・ジェーン・マーサー・エルフィンストン・ド・フラオと結婚した。このエミリーは、スコットランド貴族、第2代ネアーン卿ウィリアム・マリーの来孫にあたり、そのため1874年8月4日の貴族院決議によってエミリーが、第8代ネアーン女卿と認められている。エミリーとの間に以下の2男1女を設けた。ありがとうございます。